気分悪くなると思う。で、人が死んでる姿とかも多分気持ち悪いと思うし、正直。で、ずっと多分やっぱり、脳裏に残っちゃうと思うし、そういうなんか嫌なことほど人ってなんか脳裏に焼き付くじゃないですか。やっぱ、すごい気分悪くなると思いますよ、思い出すたびに。それがしかもね、元カノってのがやっぱやばいですからね、さらに。やっぱ普通ではないと思う。普通では、普通な心境ではないと思うんでね、普通に考えて。どことなく他人事だよな、お前って。いやだから別に俺もう、まあ、Rさんとはだいぶ時間も経ってるんでね。あと別に俺遺体見てないし、まあ人間なんてそんなもんでしょ。まあ俺も実際ほんと悲しかったっすけど、ちょっと配信外で何回か泣きましたけど、まあでもやっぱ時間が解決するものってあるじゃないですか。別に非常なこと言ってないですよ。全然人間なんてそんなもんじゃないですか。例えばさ、なんかね、おじいちゃんでもおばあちゃんでもお母さんでもお父さんでもいいですけど、自分のなんかそういう家族とかが亡くなっても、その亡くなった瞬間は確かに悲しいけど、じゃしばらく時間経ったら毎回毎回、ああ、お母さんが亡くなっちゃったとかって悲しみますし、悲しまないじゃないですか。そんなもんでしょ。そりゃそうですよ。まあじゃあ、例えばまあなんかこんなね、例えに出して申し訳ないですけど、例えば志村けんとか亡くなってさ、最初はなんかその志村けんといろいろつながりがあった芸能人とかもね、近藤春菜とかもめっちゃ泣いてたけど、じゃあ今近藤春菜泣いてますかって言ったら泣いてないじゃないですか。それは当たり前の話じゃないですか。まあそんなもんじゃないですか、人間って。そうですね。釣った第一発見者の経験あるけど、あれは残像がなかなか消えん。まあ俺も見たことないけど、なんかそうだとは思うよ。いやだって多分相当、なんて言うんだろう、相当衝撃だと思うよ。人が目の前で首吊って死んでるっていうその姿見たことないっすけど、なんとなく想像つくもん。なんかそのヤバさっていうかさ、実際見た人はマジでやべえんだろうなとは思う。実際見た時って多分その想像を超えてくると思うからね。そうですね。まあ、次枠いきますか。まあね。10時なのか。関さん、私が死んでも絶対泣けよ。いや、千葉さんが亡くなっても絶対涙一つ流しませんよ。いや、だってそりゃそうでしょ。でも、俺まだ言うても千葉さんと会ったことないし。まあ、投げ銭とかちょくちょくしてくれてるけど、なんかその、なんていうの、まだほら、実際に会ったことないしさ。なんかその感覚わかんないじゃん、その、なんていうの。まあ次枠行こうか。まあやっぱ会ったことある人とない人ってやっぱ違うもんね。いやそれで泣くって方が嘘だよ多分。多分花火とか投げてくれてるから、私が死んだら泣いてくれるって言って、あ、泣くよって言ってるやつの方が多分嘘だと思う。それ花火投げてほしいから多分嘘言ってるだけだと思う。いやだって実際会ったことないわけじゃないですか。だからそのなんか、なんていうの、その、いやでも実際の人間だってのはわかるけど、実際会ったことある人とない人だとやっぱその、なんていうの、
その違うじゃん感覚が、悲しさというかさ、うん。まあとりあえず次は聞きますか。いや、シビアな考え方っていうか、土星論でしょ、だってそれ。だってまあ、リアル知り合いってわけでもないからね、会ったことないとね。もし、じゃあ、次は聞きます。ナイスなんかやんないよ。ナイスなんか取れないでしょ。次枠いきますか。次枠いきまーす。